化学は物質の性質や反応を原子・分子レベルで解き明かす学問です。物質に光や熱などの刺激を与え、その応答を見ることによって分子の動き方や反応性を理解します。また分子の構造を変えたり分子の並び方を変えたりして新しい性質や機能を持った物質を作り出します。化学はこれまでいろいろな機能を持つ素材の開発を通して便利で豊かな現代社会を支えてきました。そしてこれからも持続可能な開発や環境問題の解決に貢献する重要な基礎分野です。理学部化学科では反応物性化学と合成有機化学の2つの分野を設けて専門的な教育と先端研究を行っています。反応物性化学分野では光化学、無機分析化学、錯体化学の3つのグループがあり、特殊なレーザー光を用いて物質の構造や反応性を分子レベルで解き明かす研究や発光性錯体や機能性錯体の開発を行っています。合成有機化学分野では有機化学、天然物化学、生態機能化学の3つのグループがあり、新しい分子の合成法の開発、生態分子の機能を解明する基礎研究を行っています。それでは化学科の教育カリキュラムを紹介します。1年次ではまず大学での学びに慣れるための入門ゼミを行います。それから社会人としての素養を養うための教養教育を学びます。富山大学では社会、人文、経済、芸術、健康などの幅広い分野の教養教育科目が開講されています。1年と2年次では数学、物理、生物などの専門基礎科目を学び、自然科学の基礎を幅広く身につけます。また専門基礎科目に加えて2年次では専攻必修科目を学び、科学分野の専門知識や技術を体系的に身につけます。3年次ではいろいろな専門科目の中から自分の興味がある科目を選んで、より深く科学の専門分野を学びます。また3年次ではほぼ毎日午後全部を使って科学実験を行って、今後の研究で必要な科学の実験技術を身につけます。3年次ではコミュニケーション能力を高めるための科学英語や科学コミュニケーション科目を学ぶことができます。4年次では研究室に分かれて卒業研究に取り組みます。ここに科学科を卒業して就職した学生の進路別の比率を示します。学部卒生の就職先で一番多いのは化学薬品や製薬などの製造業です。富山は数多くの製薬メーカーがあり、毎年多くの卒業生が就職しています。また学部の卒業生の約6割は大学院に進学して、さらに高度な知識や技術を学んでいます。修士を卒業した学生のほとんどは製造業に就職し、研究・開発などの仕事で活躍しています。続いて4年次で配属される各研究室の研究設備や研究風景を動画で紹介します。これは3年次の無機化学実験の様子です。無機化学実験でコバルト錯体を合成しています。続いて化学科の反応物性化学分野の研究室を紹介します。反応物性化学第二研究室では、次世代の発光デバイスや太陽エネルギーを電気エネルギーに変換する素子への応用が期待される有機無機複合分子の光励起状態について、レーザー分光法や計算科学の手法を用いて研究しています。私たちが興味を持っている金属錯体の励起状態の変化の速度は1兆分の1秒から100万分の1秒といった極めて短い時間で起こります。これはこのような瞬間的に起きる現象を観測するための分光測定装置です。特に市販の装置では測定できない時間領域や
弱い発光の測定を行うために、どの装置も研究室の学生が中心となって開発したものです。私たちの研究室では、光学活性を持つ左右非対称な分子を高感度で検出するセンサーについて研究しています。これは光学活性を持つ発光性分子が出す遠偏光発光という特殊な発光を検出するために開発した分光装置です。顕微鏡や高分解分光装置と組み合わせ、市販品ではできない測定をできるようにしてあります。このように私たち研究室では、独自の分光学的手法を用いて、光と分子の関わりにより生じるさまざまな現象の秘密を探っています。反応物性化学第三研究室では、溶液化学の分野で研究を行っています。特殊なプラスチックのナノ粒子を水に混ぜると、オパールのような虹色の輝きが出現します。粒子がミクロな格子構造を形成するためです。これを私たちはフォトニック溶液と呼んでいます。待ち時間をうまく利用して洗浄とかした方が後だ。合成は1日がかり、温度コントロールが大事です。その後2週間ほどかけて不純物を取り除きます。電子顕微鏡で確認して出来上がり。早速レーザーを使った実験に取り組みます。いろいろな種類のレーザービームを使って、光とフォトニック溶液の相互作用を調べます。溶液の中に光を閉じ込めたり、自由自在に曲げたりできれば、光コンピューターや医療への可能性が開けます。錯体化学研究室について紹介します。金属というと銀色の硬い物質をイメージするかと思いますが、金属はイオンになると他の分子やイオンと結合して、さまざまな色や機能を持つようになります。このような化合物を金属錯体と言います。私たちの研究室では、新しい機能性金属錯体を開発するため、日々金属錯体の合成研究に取り組んでおり、これまでにいろいろな機能を持つ新しい金属錯体を合成してきました。その一つとして、発光性を示す金属錯体があります。銅イオンや銀イオンを使って組み合わせる分子を選ぶことにより、強く発光したり温度によって色が変化するものなど、同じ金属イオンを使っても様々な発光性金属錯体を作り出すことができます。また光エネルギーを利用して物質変換する機能を持つ光錯体触媒もあります。可視光を照射することで、温室効果ガスの一つである二酸化炭素を擬酸へと還元できる新しい金属錯体の開発に成功しております。今後さらに高活性な光錯体触媒を作り出そうと研究に取り組んでいます。次は化学科の合成有機化学分野の研究室を紹介します。合成有機化学第一研究室では、自然界に存在しない有機化合物を新たに設計合成し、それらが持つ興味深い性質や機能、構造、反応性について調べています。特に結晶やアモルファスといった有機分子が集まってできた有機固体に注目し、半導体材料、発光材料、あるいは光や機械的な刺激に応答する物質を研究しています。研究室では、ロータリーエバポレータやアルゴンガスラインといった設備を用い、最新の有機化学反応を利用して新規な化合物を合成して、化合物の赤外線や紫外線、可視光線、X 線への応答や、磁場や電浄中での挙動、加熱時や冷却時の挙動を分析することで、その構造や性質を明らかにしています。合成有機化学第二研究室は、動物や植物、微生物などが生産する生理活性を有する
天然有機化合物の合成法の開発を主な研究テーマとしています。実際に抗がん作用を有する天然物の合成などを行っています。研究を通して新しい化学反応の開発やこれまでにない有機分子の合成法の開発などを行います。研究室を志望する学生の多くが製薬企業の研究職を希望しており、研究活動により将来に必要なスキルを身につけることができます。合成有機化学第三研究室では核酸やタンパク質などの生体分子について研究しています。特にこれらの分子を素材として天然に存在しない新たな分子を作り出すことを目指しています。例えば RNA をレゴブロックのように組み合わせて規則正しい構造を持つ超分子を作ったり、生物の進化を真似ることで RNA やタンパク質を人工的に進化させる研究を行っています。生体分子を扱うため実験室は典型的な合成化学というより、むしろ生物学の実験室に近い風景です。実験には PCR などの汎用機器だけでなく、独自に開発した最先端の装置も使用しています。研究内容は生物学との関わりが深いですが、分子をより化学の観点から捉えることを基本として研究を進めています。研究には様々な分野の知識が必要なので、自分の得意な分野だけでなく専門以外の領域も貪欲に勉強しようとする知的好奇心旺盛な人と一緒に研究ができることを楽しみにしています。私は将来製薬関係の仕事に就きたいと考えており、製薬企業のこの富山で就職を見据えて学びたいと考え、富山大学への進学を決めました。富山大学の化学科は有機化学の授業がとても多いので、好きな有機化学をより深く学ぶことができてよかったと思います。現在は医薬品の主成分にもなるような有機化合物の効率的な合成方法の開発を行っています。将来は製薬の会社で医薬品の主成分を合成するような研究のお仕事に就きたいと考えています。私は発酵するものを作っています。具体的には発光性錯体というものを作っていて、いろんな色に光らせてみたりだとか、外から刺激を与えると発光色が変わるというものを作っています。でどうしたら強く光るのかだったり、どうしたら色を変えられるのかということを考えながら研究を行っています。富山大学に来てよかったなというところは、企業の方といろいろ関わることがあったということが良かったかなと思っています。企業からいろんな方をお呼びして講義をしていただくという授業があります。そのところでは様々な知る機会を得ることができましたし、自分が専攻していることがその業界でどう活かされるのかということを知ることができました。科学で学んだことってことを生かして、世の中にないものを生み出したり、世の中のものに還元していきたいってことを思って化学メーカーに進みました。科学科では以上のような科学に関する高度で幅広い研究教育を通じて、北陸東海地方の製薬工業や化学工業を中心に科学の幅広い分野で研究開発や教育を担う人材を育成しています。皆さんも立山連峰の眺望が美しい本学キャンパスで一緒に科学を学びませんか。最後に、化学科の入試はインターネット出願になっております。詳しくは理学部公式ホームページ、または入学者選抜要項をご覧ください。